守護キャラは、ピーチピットによる日本の漫画作品、及びそれを原作とするテレビアニメ作品。テレビアニメ版の2年目は守護キャラ、ドキ、3年目は守護キャラ、パーティー、ーと題名を変遷している。守護キャラが、第32回講談社漫画賞児童部門受賞。講談社の少女向け雑誌。 仲良し2006年2月号から2010年2月号まで連載されたピーチピットが初めて手掛ける少女漫画である。また、仲良し増刊枠、仲良しラブリーに番外編が掲載されたことがある。なお、2009年2月号については、仲良しラブリー2007年冬の号に掲載された番外編に差し替えられた。第一話掲載の仲良し2006年2月号では、 関東カラーでスタートしたものの、表紙ではあまり目立たない形での掲載だった。その後、仲良しの看板作品となり、第10巻までの単行本、売り上げ数は累計300万部を突破している。第32回講談社漫画賞児童部門も受賞している。また、2010年4月号から同年6月号及び、同年9月号にて、守護キャラ、アンコール、 というタイトルで続編が発表された。そしてこの該当タイトル作品の最終回をもって本シリーズは完結した。その後、仲良し2011年4月号のスペシャルピンアップポスターでは中学生になったアムたちが描かれた。コンビ漫画家であるピーチピットはローゼンメーデンではエバラシブ号、ゾンビローンでは先導万里など作品によって メインの作画担当者を変えているが、本作では、両者がメイン作画で、キャラクターごとに作画を分担するという、新たな体制をとっており、作中には、エバラ作画のキャラクターと、先導作画のキャラクターが混在している。2007年10月より、テレビアニメ化され、テレビ、東京系列局端にて放送された。2008年10月よりに決めとなる、守護キャラ、ドキ、 開始2009年10月より3期目となる、守護キャラパーティーが開始した。パーティー。では、コンプレックス形式を採用しており、番組内容は、守護キャラ。ドキノー族編、守護キャラ。ドキドキ及び、守護キャラたちが活躍する、守護キャラプチプチ。歴代の主題歌等を担当していたハロー。プロジェクト所属ユニットの一つ、守護キャラエッグ。メンバーのコーナー。 守護キャラ図鑑による4本立てとなる。2010年3月でアニメの守護キャラシリーズの放送は終了した。クールスパイシーと評判の小学生、ヒナ・モリアムは、通っている聖夜学園の児童だけではなく、他校生からも尊敬されたり恐れられたりしているが、実際は意地っぱりで口下手で恥ずかしがりやなごく普通の少女である。ある日、彼女は、どうか、 私になりたい自分に生まれ変わるための勇気をくださいと願うと、翌朝彼女のベッドの中にチェック柄の三つの卵が現れ、中からラン、ミキ、スーの三人の守護キャラが生まれた。三人は共に彼女のなりたい自分が形になったものだった。守護キャラが生まれたことで、アムは彼女と同じく守護キャラの持ち主の子供たちのみで構成された聖夜学園の組織。 ガーディアンから玉を浄化する特別役職、ジョーカーに任命される。さらには何でも願いを叶えてくれるという、真っ白な卵、エンブリオを狙うイースター社との戦いに巻き込まれていく。彼女は玉浄化を通じて、イースター社側の人間をも改心させ、また、彼女自身も成長していくこととなる。この二つは互いに体になる存在であり、何かの不死に共鳴することがあるが、 その理由は定かではない。共に装飾部分は四つ葉のクローバーの形をしており、キャラ持ちとその守護キャラをキャラなりさせる力を持つ。また持ち主と持ち主のものではない守護キャラとをキャラなりさせることも可能である。アニメ版では会場を試みる際、アムとイクトのみ入り込める不思議な空間が広がる。以前、イクトがキーでロックを会場しようと試みたが、 鍵穴が塞がっていて入らなかった。しかし行くと奪還作戦の折り、彼との戦闘の中でついにアムの手によって解除される。その際エネルギーが溢れ出し洪水のようになり、アムと近くにいたただいは、シャボン玉のような泡の中に閉じ込められ、イクトの過去の記憶を見ることとなった。また、いずれもアムのキャラなりの際に、クリスタル部分がキャラのイメージカラーに光る。 2007年10月6日よりテレビ東京で放送開始。テレビ東京系列の地方局5局、中京圏、関西圏の独立 UHF 局4局やアニメシアター X などの CS 局へのネットも行われた。テレビ東京では毎週土曜日朝9時30分から10時に放送されたが、その他のテレビ東京系列局では放送時間が異なる。 ハイビジョン制作、2008年10月より、新シリーズ、守護キャラ、ドキッとなり、2009年10月より、守護キャラ、パーティーとなった。パーティーは、守護キャラ、ドキッの続編、守護キャラ、ドキドキと、ショートアニメーションコーナー、守護キャラプチプチ、ミニコーナーで構成されるコンプレックス形式番組になっている。なお、これにより、 オープニングが2回流れるという現象が発生している。番組 MC には、守護キャラエッグ、を起用している。話数カウントは、守護キャラ、から守護キャラ、ドキまでは継続してカウントされ、守護キャラ、ドッキドキからは別カウントになっている。エンドカードは1年目は、前はアミュレットハートだったが、2年目は、本編の1シーンを用いたものになり、 毎週違うものが放送される。ただし、テレビ東京では、ケロロ軍曹のクロスプログラムが入るため、エンドカードは数コマしか表示されない。アニメでは、オリジナルエピソードが挿入されたり、場合によりデザインやエピソードの時間軸や場所が変更されたりしている。特に第1話ではく、とトとト、アムの出会い方や、アムがいきなりキャラなりできること、原作での御前であるヒカルの存在が、 大幅に改変されている。また、オリジナルのキャラクターや必殺技、アイテムも登場する。アニメ制作には、原作者であるピーチピットも深く関わっており、時オリジナルキャラクターのルルのキャラクターデザインなども、言っている。また2008年10月1日から12月24日まで、深夜枠での再放送、見ればいいじゃん。守護キャラ、ナイトが、 関東ローカルで放送された。守護キャラ。冒頭の英語によるナレーションのアバンタイトルは、ドキ、からは、ラン、ミキ、スーによるあらすじ紹介に変更されている。その紹介時に、ドキ、と手で、ハートマークで締めるシーンがあるが、センター位置に来るキャラが毎週変わっている。たまに他の守護キャラが、ゲストで出てくることがある。 ガング、文具などの低年齢層向け商品にも力を入れたり、講談社の児童向け雑誌、楽しい幼稚園や、お友達、及びそれらの派生誌、他の幼姫組、み、お友達ピンクにも連載されている。放送開始から2009年2月頃までは、現実世界と劇中の季節変化がリンクしていたが、このままでは6年生のアムたちが卒業してしまうため、2009年3月、 以降の放送では、劇中では3月のまま季節が変化していない。オープニングテーマエンディングテーマ劇中か、挿入か守護キャラ。守護キャラ。ドキ守護キャラ。ドキドキこのシリーズから、前シリーズまでの話数とは別カウントになっている。守護キャラ。プチプチ短編を、毎週2本放送。登場人物はほとんどガーディアンの守護キャラである。基本的には1話完結だが、 守護ボンバーやミキの実験室のような連続ものもある。3期すべて放送のネット局途中打ち切りのネット局日本国外での放送時間帯はすべて現地時間。本作の単行本が仲良し KC より第12巻まで発売されている。すべての巻に通常版と特装版の2種類が存在し、第1巻、第8巻、第10巻、第11巻には他に 限定版も存在する。なおこれらの巻の本自体は通常版と同じ内容である。デルレイより英訳版が現在第9巻まで出版されている。ピーチピットの画業20周年を記念して観光。カバーイラストは新たに描き下ろされ、新作の4コマ、漫画も収録されている。2009年8月13日から2009年8月23日まで。 白品観劇場にてミュージカル守護キャラが公演された。ミュージカルの模様は DVD 付き限定版守護キャラ第10巻として発売されている。内容はアニメ版第1期を凝縮したようなストーリーとなっている。登場人物はアニメのキャラクターとそっくりな衣装や髪型が徹底されている。守護キャラたちは人形で登場し声は アニメの声優がそのまま担当した。玉や、罰キャラは、全身黒い服を着た出演者が舞台を駆け回るように、して表現された。キャラなりのシーンは、アニメでは一瞬だが、舞台では着替える必要があるためやや時間を要する。主人公のアムは、アミュレットハート、アミュレットスペード、アミュレットエンジェル、アミュレットダイヤ、にキャラなりした。他のガーディアンもラストシーンではすべてキャラなりしている。 ミュージカルなので歌を歌うが、アニメで歌われた曲は出てこず、ミュージカルのオリジナル曲が歌われた。1年目のマングスポンサーは、タカラトミーが担当していたが、2年目でも商品は、継続して発売するも2008年8月に、スポンサーからは撤退。タカラトミー撤退後は2008年12月までは、エポック社、2009年1月からは、セガトイズがスポンサーとなっているが、 いずれのメーカーからも本作関連の玩具発売はなかった。ヤマトのデコレッジシリーズやタカラトミーアーツのトレーディングフィギュアなどは引き続き発売された。2010年3月はタカラトミーアーツが正式にスポンサーに加わっていた。また、女ジジモノにありがちな商品展開と違い、たとえ後で味方になる前提があるとしても、最初から敵側のキャラクターも、 製品のラインナップに入っている。タカラトミータカラトミーアーツ TFC コレクション以外はいずれもカプセルトイ。ヤマト、キッズすべて、ポニーキャニオンから発売。エコ守護キャラ。2010年3月12日より、エミルクロニクル、オンラインとのコラボレーションとして、期間限定アイテムが購入可能。ありがとうございます。